防災ラボイン松川浦浜野駅に来ております浜野駅はですね新鮮な海の幸だけじゃないんですよこういうね相馬の取り立てのですね野菜も並んでおりますそして相馬といえばなんといってもこちらのりですよねこれでもかっていうぐらいのりが並んでおります日本で一番の海り売り場なのかもしれませんねさあそして見てみますとちょうどねこれからアウトドアの季節でございます これもね、松川浦らしいですね、バーベキューコーナー全部シーフード、殻付き柿なんかもあります、おいしそうだな、これ、これホタテもあります、まああの、この週末、バーベキューをやられるという方も多いかもしれません、気になるのは天気ですよね、お伝えをいたします。まずはいいつもののように皆さんんからいた,だいた季節の便りなんですが、あっ きれいになってきましたね雨、えー、もだいぶ時間が過ぎてきまして、アジサイがだいぶ色づきが進んでますね、そしてタチアオイなんですけれどもあ、タチアオイも上まで間もなく咲きます、そしてこの季節、楽しみなのが桃、えー、いつも送っていただいている清野さんから、実家の桃、品種は初姫、収穫まであと数日、楽しみですね、そしてきょう来てる浜通り、えー、富岡は曇り。 そして岩木もなんかちょっと雲海みたいになっているというのをいただきましたさあ天気なんですけれども今ちょうどですね福島県、雨雲通過中で今、雨の降っているところがあります、えー、どこなのかといいますとこれ、ね、あの藤原ホーティさんからいただいた、えー、日本松なんですが結構大粒で降ってますね、えー、雨雲の様子を見てみますと えー、先ほどに比べるとだいぶあのまとまりがなくなってきております、ちょっとスカスカなんですよね、ですからあの雷が鳴ったりあの強いザーザー降りになったりということは、えー、なさそうです、そして私のいる相馬もですね今、少しあの雨雲かかっていますので、あとで外に出てみたいと思います。さあそれででは明明日日のの天天気気一体どうううなるししょょかか見てみましょう地方から 明日まで不安定な予報だったんでです昨日までただ、ですねいい予報に変わりました雲が多めですけれども天気の崩れはどうもなさそうですね、えただ湿気の多い一日になりそうです。 そして中通りの北部、中部です、こちらも日曜日、ですね土曜日、天気の崩れはありません、結構晴れ間も出るのではないか、晴れると結構蒸し暑くなるのかな、30度近くまで上がりそうです、傘の出番はありません、傘が必要なのはこちらの方です。中中通り部部南部見てみましょうか えー、こちら、県の南部のほうで,です、ね、夕方、一雨ありそうですね、ただし数十分で上がりますので、えー、大きな崩れには至りませんけれども、洗濯物だけ気をつけて、えー、いただきたいと思います。そして浜通りです 浜通りなんですけれども、えー、こちら、いわき周辺で夕方にわか雨が降るかもしれません、えー、つまり明日です、ね、午後、不安定になるのは県の南部中心ということになります、波の高さは1.5メートル、松川浦もそしていわきも、えー、絶好の釣り日和ということになりそうですね。さあ 週末はですね日曜日も晴れ間もあってですね梅雨の中休みになりそうなんですがいよいよでございます来週水曜日から梅雨本番ということになりそうなんですよね、えー、大雨の季節です、大雨といえばこの相馬でもですね4年前に、えー、台風19号による災害がありました。こちらです 特に相馬はですね、宇田川が、えー、氾濫をおしまして、えー、そしてですね、浸水被害が相次いだわけなんですよねどれぐらいの浸水被害だったのかというと1000棟以上のです、ね、家屋に浸水被害が出てしまったということでございます、えー、1000人以上の方がですね、こうやって、えー、体育館に避難したということもございましたさあそれでは これと同じですね、えー、雨が降った場合にまた同じ被害になるのかどうかとということをちょっと見てみたいと思いますまずはこれハザードマップです相馬のハザードマップです、えー、で台風19号の時に浸水したエリアはこの青く塗られた場所ででですす青く塗られた場所ですであの赤やピンクでついているのはこれは浸水想定区域なんですがもう見ていただくと一目瞭然ですよね。 えー、青く塗られていたところはもともと浸水想定区域だっただから命を守るためにまずすべきことはハザードマップをチェックすることだよねということがこの辺りからもよく分かるかと思います。えー、そして 工事です復旧・復興工事なんですけれどもこちら見ていただきたいんですが相馬宇田川のです、ね、河川の可動掘削の工事が進んでいますあの可動掘削っていうのは、えー、川の底をこう掘ってですね、えー、そして流れる水の容量を増やすということなんですがこれが施行前そしてこれが竣工した後なんですがご覧のようにだいぶ川幅広がっていますよねでこの工事が完了する これ今年度完成予定なんですが東日本台風レベルでも耐えられるという、えー、そういう早々建設事務所の話でしたこれはハード面ですそして相馬市が行っているソフト面なんですけれども、えー、避難行動要支援者支援事業というのがありますこれはどういうことかというと、えー、避難するときに助けが必要な、えー、おじいちゃん、おばあちゃん、高齢者そして障害のある方が、えー、前もって相馬市に登録をしておきます自分の名前住所そしていざ 災害が起きたときにです、ねえー、この要支援者の方がです、ね、避難支援が必要ですよと市に電話をかけると、えー、民生委員の方などがです、ね、自宅に車で向かって自宅からの避難所まで移送してくれるというそれがです、ね、この支援事業なんですが、えー、この相馬市内のです、ねえー、支援事業だいぶ他の市町村に比べて進んでいるという話です。まあ、以上のようにソフト面面ででももハード面でも あの台風19号がのような大雨が起きてもです、ねえー、災害リスクを減らせるようなです、ねえー、対策をとっているということでございますさあ気になるのが週末ですよね、えー、明日は天気の大きな崩れなし、そして日曜日も崩れはなさそう、そして月曜日、火曜日なんですが夏型気圧配置になるんですよ、南高、北低。ということで月曜、火曜は週明け。 夏のプロローグになりりまますす急に暑くなります、えー、なので、土日のうちにですね暑さに慣れておく運動などをしてですね暑熱順化してくださいそして水曜日、木曜日なんですがあ、黄色い雨雲ありますよね、えー、つまり来週水曜から梅雨が本番を迎えて大雨の恐れも出てくるということで来週もですね、えー、防災ラボしっかりとチェックしてですね備えをしていただきたいと思います。それでは、えー、週間予報を見てみましょう 土日とも天気がいい予報に変わりました、まあ、晴れる分です、ね、気温が上がって暑くなりそうですね月曜、火曜は30度近くまで上がる30度以上の所も出てきそうです火曜日までに皆さんいろいろ済ませていってくださいね水曜以降は梅雨空になります。さあ松河原の1区でございますこちら空空と海青空映える日曜日曜 斉藤さんでした途中宇田川の田の文字がですね田んぼの田になってしまっていましたが正しくは多いでした失礼いたしました